ランドル・トーマス・デイビットソンは、1903年から1928年まで、第96代カンタベリー大主教を務めた、聖公会の聖職者。ハーロー校及び、オックスフォード大学のトリニティ・カレッジで学ぶ。アーチボルド・キャンベル・テートが、カンタベリー大主教を務めていた際、従軍聖職者となり、後に、テートの娘と結婚することとなる。テートの死後、 エドワード・ホワイト・ベンソンがカンダベリー大主教となった際はランウェス宮殿の宮殿付け牧師となった。ビクトリア女王の調愛を受けたデイビッドソンは当時としては異例の若さでディーン・オブ・ウィンザーに任せられた。その後はロチェスター主教やウィンチェスター主教を経て1903年にカンダベリー大主教となった。1901年のビクトリア女王の葬儀の際は 主要な役割を果たした。その後は、ワイト島にある、オズボーンハウスを引き受けることとなる。前任者がすべて死去という形で退任した、カンタベリー大主教としては、初めて引退という形で身を引いた人物として知られている。ありがとうございます。